まあ、ひとまず、お疲れ様でした。今日飲んじゃうか。え？あかりは、どうしたいのかな？まだ、もう一年、頑張りたいです。食べよう。食べよう。な。ヤオス。ヤオス。よし。行きますか。しょうがないよ。医学部で一浪なんて普通でしょ。美大だってそうじゃん。私は運が良かっただけだって。また一年か。本当に頑張れるのかな。あかりなら絶対大丈夫だよ。応援する。そう言ってさ、南どうせ大学生活夢中になってダサい浪人生のことなんか忘れて一緒に走ってもくれなくなんだよ。何それ、これからも一緒に走るでしょ。早く終わってさ、韓国旅行行こうよ。あーね、チーズタッカルビ食べたい。え、私チュクミ食べた。え、何それ。そのチュクミ、え、チュクミ、あの赤いやつ。ではすごいドキドキしてたんですけど、努力がちゃんと結果に結びついて本当に嬉しかったです。思うように点数が伸びなくて落ち込んじゃうこともあったけど、最後まで諦めない気持ちが合格につながったんだと思います。春からの大学生活楽しみです。今日からまた受験勉強一色の一年が始まります。悔いのないように精一杯努力して、来年こそは必ず第一志望の合格通知手に入れましょう。はい、はい、余ったら後ろ置いといて、あとは取り行くから。はい、よし、邪魔して。おー、急げ。はい。 It is they who teach us to see new beauties。 ここの It is ですけど、 It is that の構文なのか、それとも It 強調構文なのか、それとも
イットは失礼しました。カフェラテ2つです。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃい。ヤホス、お疲れ。お疲れ。来てくれたんだ、うん、ありがとう。じゃあアイスコーヒーを1つ。 OK、 アイスコーヒー1つお願いします。了解。てかさ、はい、クルリリのチケット当たった。え、本当ですか？行く？行きます。行こうよ。いいんですか？上海街に食べよう。上海街食べましょう。好きよね、あの曲。パンになってやると考えてもらって。あ、わかりました。なるほど。わかりました。あ、なるほど。了解です。わかりました。あかり、今日休み。おい、朝だぞ。うわぁ、いい天気。寝てんのもったいないよ。おい、おい、やめてってば。思ってることあるなら言ってよ。私なんかした？勉強うまくいってないの？そっちこそ大学馴染めてないんじゃない？今の南なんか全部嘘くさい。あかりも大学入ったらわかるよ。変わっちゃったとか言うけどさ、あかりは変われてなさすぎじゃない？ねえ、頑張りきれなかったって言ってた去年と同じままだよ。そうだよ、変わってないよ。予備校だって
時間ギリギリにならないと起きれないし、すぐコンビニ行っちゃうし、昨日なんて一日何にもできなかった。みんなどんどん人生進めていくのに、私だけずっと変わんないまんまだよ。あーもうローリーやめたい。私も大学嫌だ。みんなみたいにバンバンアイデアとか出てこないし、コンセプトとかオリジナリティとかよくわかんない。書いても書いても全然うまくならないし、毎日ほんとしんどい。それでも書き続けるしかないんだけど。あー受験やめたい、ニートでいい。画材もキャンバスも全部捨てる。医学部学位高えんだよ。コンセプトとか知らねえ。負けられずに伸びきって、うん、胸に刺さって会いたいな。吐き出さずに吸い込んで、うん、膨れ上がって重たいな。赤い丸じゃ囲えない数字の山に溺れない。隣ばかり青く気づいて。先生、必要ないですか？あまりにも正しい。さあどんでん返すといい、不格好なポーズでいい。ガラクタな木の待てか、花開くストーリーだ。さあどんでん返すといい、不格好なポーズでいい。ヤホスガラクタな木の待てか、はい、花開くストーリーだ。これ有名な神社の守り。そうなんですか。はい、ということで今日読んでもらったのはヘミングウェイの老人と海。と訳やっていきます。 A man can be destroyed but not defeated。 人間負けるようにはできちゃいない。叩き潰されることはあっても負けやしない、ね、この時期の受験生のみんなにぴったりの言葉だと思うけど。さずに吸い込んで出されないのに煙たいな。赤い丸で囲っても、数字の山を登っても、隣ばかり青く綺麗で、あまりにも正しい。さあどんでん返すといい、不格好なポーズでいい。ガラクタな木の待てか、花開く。気をつけてな。ありがとう。行ってきます。行ってらっしゃい。
確かに最初に思い描いていた夢とは違う形にはなりましたが、それでも今まで医学部を目指して一生懸命頑張ってきたからこそ新しい扉が開いたんだと思っています。誰かの役に立つ仕事に就きたいという気持ちはまだ変わっていなくて。はい、ちょっと待って、一旦カット。硬いよ。硬いですか？面接じゃないんだからさ。もっと合格者インタビューってのは生の声っていうかさ、平さんの本音が聞きたいのよ。本音？そう、本音。 OK、 じゃあテイク2、用意、どうぞ。正直浪人中はたくさん辛いこともありました。身分証とか予備校のカードしかなくなっちゃうし、でも父や友人が支えてくれたおかげで最後まで自分らしくやりきることができたかなと思ってます。結果は悔しいものにはなってしまいましたが、全然後悔はしていなくて。すいません、もう一回いいですか？ああ、もちろん。じゃあテイク3、どうぞ。めちゃくちゃ後悔してます。正直今年は受かると思ってた。頑張ったもん。だけど夏に D 判定が出て拗ねて、いっぱい無駄な時間過ごしちゃいました。はあ、悔しい。めちゃくちゃ悔しい。みんな道は一つじゃないよって言ってくれるけど、私はまだ別の道を選ぶ時じゃないって思ってる。自分がちゃんと行きたいと思える大学にちゃんと受かりたい。頑張っても報われない努力があるって、そんな知らねえよ。報われるまで頑張るんだよ。私はやりきる。私まだやりきってないんだから、私はまだ頑張る。みんな自分に負けないでください。花みたいなストーリーだ。さあどんでん返すといい。